表に行きますね。まず、まっすぐの位置ですね。そしたらその下に、横の広い口ですね。横をかなり長くして、同じ角度で内側に入ってきます。で、間隔をだいたい同じになるような風に考えて、縦の2本を持ってきますね。そしたら、閉じてください。で、この2本の線の幅よりも広く反る位置ですね。そしたら伏せる位置を2倍ぐらいで長く持ってきますね。まあ、これは、この横よりもちょっと長めぐらいですかね。で、抜いたら上の方から同じ間隔で2つの点を